れなかったら、ああいったあの緩いペースでね、ここもね、あの痛さが来られるんじゃしませんもんね。ですよね。この回も2アウトからチャンスをつかんだ西武。ここですよ。ここでね、やっぱこの人が当たらなきゃいけませんよね。今日ホームランを打っている鈴木健。よし、こう燃えなければ引きたい画面ですから、はい、多分本人は燃えてると思いますけどね、はい、さあ鈴木健、清原に続くか。ねえ、この人もあの秋にはお父さんになるんですけどね、ね、頑張ってもらわないかんですよ、はい、このバットが待った、ね、いいピッチングはしてると思いますよ、はい、それとコントロールがすごくいいですね。そうですよね。ここまで打たれた人は4本、鈴木健にホームランを打たれています。ノースリーミラールームには垣内が用意しています。おそらくこの後どこかで代打で出てくるでしょう。これはもう上手だと思うんですよね、はい、先ほどに続いて2アウトから2塁1塁、ブルペンでは野村と鈴木代打、中継ぎの2人がピッチングを行っています。国吉さん、はい、オリックスサイドですがね、今もあの大井監督と山田チームコーチの、ね、話している姿が映りましたけど、ええ、今年の大井監督の、ね、ピッチャーの交代に関して山田コーチはね、とにかく全てが早め早めだって言うんですね。それからあの山田ピッチングコーチからのいろいろな、ね、ピッチャーの調子などをよく聞き入れた上で、とにかく打つ手を早めに全部やってくれと、こういうことだそうですね。あ、そうですか。ただね、山田ピッチングコーチが心配していたのは、やはりつなぎのピッチャーの、ね、これからの疲労というのを、ね、夏場から秋口にかけて勝負どころで、ね、これを、ね、一番心配してるみたいですね。そうですか。やはりここも早めの継投、あ、長谷川ちょっと不満そうな表情ですが、ピッチャー交代です。ここまで好投を続けていた長谷川、大井監督がここで動きました。2番手ピッチャーは野村に交代です。監督がピッチャーを長谷川から野村に変えました。2塁のベース上、右肩まだ十分ではない清原がいます。その清原の気迫がライオンズナインに伝わるんでしょうか。しかしまあ思い切って変えてきましたね。まあ大下さんね、僕はね、もうなんかこう攻防でね、もう明日なき戦いみたいな感じに見えるのね。まだ全然ですかね。あれね、ちょっとね、大木さんもね、はい、あのまあ、これ成功すればいいよね。こういうのね、もしね、打たれてね、取りこぼすような形になってくるとね、中継ぎ陣がね、今ね、頑張ってるんですよ。この野村とかね、あるいはあの鈴木平とかね、はい、上手が来た時やっぱりね、それがちょっと怖い時もあるんですよね。こちらは一塁側の東尾監督、そしてその横は矢沢バッティングコーチ。東尾監督も動きます。森に変えて代打上田を送ります。キャッチャーの上田ですね。そうですね。黒井さん、はい、あのこういう時に先発ピッチャー変えられますよね。この2位とか3位とかいる時は、あの文句も出るんですけど、優勝という言葉にね、あの釣られていく時は文句も出ないんですよね。だけど今日の長谷川のジェスチャーだったら、いや、やっぱり悔しさはあるんですけど、不満は出ないんですよね。そうよね。それとあと中継ぎ陣も、あと6試合、オールスター休みまで6試合ということで、頑張るなっていう気持ちはありますね。それもありますね。さあ両チームのベンチが動いたこの場面、ベンチはガクッとくるようなケースなんですよね、はい、だからここはそういう意味でも勝負なんですよ。はい、重要な場面ですね。2アウト2塁1塁、あーっと空振り、はい、オリックスはピッチャーが2番手の野村、キャッチャーも三輪から中島に変えています。あっと、ハウスイング、あー、三振、代打の上田、空振り三振。